はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、ちょっと面白い実験をしました。チャット GPT にチャット GPT のことを聞くというね、えー、そういうようなことをやってみました。というのはですね、チャット GPT も近いうちに、プラスというのが出てきましてですね、そして価格が2600円前後ぐらい、日本円でなるような感じになっています。そこで、 いろんなことを聞いてみたんですね。チャット GPT プラスの2600円程度の金額設定はちょうどいいと思います。僕はそう思いました。ナイスです。この価格はどのように算出したのでしょうアンサーは、このような価格設定は OpenAI が利用可能なリソースや投資、市場要件などを考慮して算出しました。うん、うん、うん。さらに、 他の API プロバイダーとの比較も考慮しています。市場動向や競合状況などを変化する場合は価格を調整することがあります。はあ、価格はやっぱり他が安くしたりしたらですね、検討もしていかないといけない。そのように考えているようです。他社が競合のサービスを出してくる対応策も検討しているのでしょうねと質問してみました。 すると、はい。OpenAI は常に市場動向や競合状況を監視しており、必要に応じて対応策を検討しています。これには新しいサービスや機能を提供することや価格調整などが含まれます。常に顧客ニーズを満たすことを目標としているため、競合状況を常に見直しています。素晴らしいですね。 経営というのもね、AI に考えさせているんでしょうか。そして TTI や TTV。これわかりますかね初めての人は聞き始めだと思うんですけれども TTI というのはテキスト2イメージのことです。いわゆる AI で画像を作ったりすることです。そして TTV はテキスト2ビデオです。 このようなアプリと連動するような初心者にも簡単な将来設計はありますかと聞いてみました。 まあ他社さんがそのようなアプリがあってプロンプトの連動などで動くように今もなっているわけですけれども TTI とか TTV をどのように捉えているか聞いてみたんですねそうすると OpenAI は TTI や TTV などのアプリとの連携に対応する計画は現在はありませんが将来的にこのような連携を検討する可能性がありますまた 初心者向けに簡単な使いいですね。API のドキュメンテーションやサンプルコードなどを提供することで、開発者が簡単に API を利用できるような支援もしています。ということでね、えー、僕も単に使わせていただくだけじゃなくって、 ちょっっっとと開発ななんかにに首を突っ込めたら面白いいいうふうふ思っています僕は今は音楽スタジオと音楽 YouTuber ということをやってるんですけれども二十歳の時から約40年間ほどコンピューターの事業に関わって自分で経営してきましたのでできたらですねそういうこともできたらいいんではないかなというふうに考えていますそしてそこで次はこのように聞きました チャット GPI は音楽制作の自動化で今現代連携しやすいプラットフォームの広報を教えてください今僕は実験的にはソニックパイなどは実際使ってみましたただ完成品というのにはちょっと程遠い感じがしていますですからそこらのところを聞いてみたわけです OpenAI のチャット GPT は音楽制作の自動化には直接的な対応能力はありませんが 以下のような音楽制作プマックス4 l i ライブ、エ l e t o n l i v e のアドオンとして利用できると。そしてソニックパイは先ほども言いましたように Ruby ベースのプログラミング環境を使用して音楽が作れる。はい、それは僕もやってみました。そしてピュアデータオープンソースのグラフィカルプログラミング環境を使用して音楽ができる。これもね、ちょっと覗いてみたんですが。 今現代は僕には敷居が高いです。これらのプラットフォームと OpenAI の API を連携することで音楽制作の自動化を実現することができます。詳細は公式ドキュメンテーションを見てくださいということですね。API を利用して作り込んでいけばまだまだ可能性はあるということです。Sonic Pi でパーカッションループを演奏するコードを3通り出らしてくださいというふうにしましたら このようにな,りましたこのようなコードを書いてくれるわけですね。3通りと言ってますからこのように3通りになります。僕はなかなかいいですねと言いました。もっとラテンのボンゴなどを加えたリズムはというふうにしました。そうしましたらこのような回答が出てきました。 まあ一つぐらいは皆さんにも一度ですねどんな感じになるかという意味をですねちょっと見ていただくためにここでこの部分をコピーしますはいそうしましてソニックパイを立ち上げますはいここにちょっと貼り付けてみましょう 一番上の行は BPM です。それは一応置いたままにしましょうこのように貼り付けるだけですこれで左の角の実行というのをしましたら音が流れるようになっていますすごいでしょう僕はこの Ruby ですかコードは全く知りません また使い方も全く見ていません。コードを貼り付けて、ランをすればいけるということだけを知った中でやりましたが、このようにできるわけです。まあそういうことがありまして、こういうところで、話は変わってとか、こういうね、キーワードも重要なんで、OK ですとか、褒めてやることですね。その辺も大事ですので、それによってですね、こう出てくるコードが変わってきたりもしますので、話は変わって、 音楽コード進行をチャット g p t に聞くと何度やっても単純なコードしか提案してくれないんですけれども 聞聞き方に工夫がありますす。かと聞いてみたんです先日もですね、僕の YouTube を見てですね、ちょっとコードがこれぐらいだったら AI に考えてもらうほどのことでもないねというね、例えば波長長で言えば C、Am、F、G とかですね、えー、案外単純だったんですよ。これなんとか解消できないかなというふうに思いまして、ChatGPT は入力されたテキストに応じて提案する内容を生成するモデルです。 音楽コード進行に関しても入力されたテキストから判断して提案する内容が変わります。例えば単純なコード進行を提案してという入力だと単純なコード進行になりますが複雑な音楽コード進行を提案してというふうにすれば複雑なコード進行が提案される可能性が高くなります。具体的には複雑な高度な創造的な 革新的ななどという表現を含めることで複雑な音楽コード進行の提案を促すことができます。そうなんです。これを知りたかったんです。また、特定のジャンルや曲のタイトルを含めることでそのジャンルや曲に合ったコード進行を提案する可能性が高くなります。これはやってみたんです。ジャンルとかを指定してやってみたんですが、それでも 案外単純だったんです。ここからの話すごく興味深いですよ皆さんもよく見てくださいね良いヒントですねではポップスの曲のコード進行で独創的で高度なコード進行をイントロバースコーラスアウトロで教えてと投げかけましたするとこれは一つの例ですが以下の通りコード進行をイントロバースコーラスアウトロで提案します ここで先日までの漢字と全く変わりました。Bb7 とかがあったりですね、これは基本的には C のコード進行だと思うんですけれども、c メジャー7から始まって c メジャー7で終わっています。最終は独七、いわゆる G7 でエンディングに持っていっている。まあ、あの、理論的にもそんなに悪くはないですし、変わったコードという意味では、この間、 僕がバカだったというふうに感じました聞く側が賢くならないといけないなというのをこのコードだけで実感しましたそしてすごくいいです8小節構成で指す方のコードの響きが好きなのでそれも部分的に折り混ぜて提案をしてくださいと言いましたらここ見ていただいた通りり全てが指す方になってしまったんですねこれではちょっと と、問題がありますので、刺す方を使いすぎです。部分的に使うコード進行を教えてください。ということで、これは一つの例ですが、以下の通りのコード進行を、イントロバース、コーラス、アウトロで提案します。ということでね、刺す方の使う場所がですね、変わってきましたね。パッと見た感じ、音鳴らしてませんが、まあまあ、悪くないのではないでしょうか。 これについてちょっと後からやりますね。良くなりましたが、もう少し長い曲を作ってほしいと言いました。そうすると、このように長くなりました。イントロ444かなり長いですね。そして、このバース。はい。コーラス。はい。そしてですね、バースの2。またコーラス。 があってですねそして素晴らしいのはここで僕が言ってもないのにブリッジを提案してきたことですね。これが素晴らしいと思うんですよね。音楽家としてはですねあここに感想とか入れたらいいんだというふうになるのでですねこれはとってもいいヒントだと思いますのでこれは気に入ったのでアウトロだけ長めに変更してくださいというふうにするとですね アウトロ2はこういうい感じになりますえ。今見たようにですねアウトロはこのように4小節での提案だったわけですこれをですねもう少し長くとしたらね8小節でまたまた嬉しいのがこうやって2つ提案してくれましたよねえこれもとってもいいです1行目は基本一緒ですが2行目の送り方がとってもいいと感じました 先ほどですね、後から実験というふうにしていましたのが、これですね。これがどのぐらいいいかということなんですけれども、ちょっとですね、質問を変えてみます。この部分をちょっとコピーしますね。そして、ここに貼り付けます。はい。そして、このイントロとかっていうところだけは、ちょっと手動で取ります。 AI 君ももしかしたら取ってくれるかもわからんのですけれども、あえて手動で取りました。そして、このハイフンの部分を縦線に変えたいんですね。これも一回一回変えるのは大変ですから、ここでですね、上記のコードリストのハイフンですね。ハイフンを縦棒ですね。これに変えてくださいと。このように打ってみます。 すると、こういうのは簡単ですから、はい、このように変えてくれました。なんでこんなこと変えてもらったかというとね、皆さん、ちょっと前の僕の動画を見てくれてる人は、ああ、なんで縦の棒を入れたのかなっていうのは分かると思うんですけれども、ちょっとこれをコピーしますね。そうしまして、先日から皆さんにもご紹介しました、この文字列をですね、音楽に変えるというソフト。 テックスコーードフリーというのがありますます、あ、正式にはテックスコード2フリーなんですけれどもここにですね先ほどのコードを貼り付けます貼り付けるとですねこのように音が鳴るんですねそしてこうやって押すと響きを確認できます G7 指す方を押してみましょうはい このように一個一個ももちろん鳴らせますけれどもこれを今テンポ140になっていますけれどもこの状態でですね再生をすることができますやってみましょう。 じゃないですかねちょっとトリッキーでちょっと不安定でまあ僕が普段作ってる収まりではないんですけれどもまあそういう時はこれをですね、えー、と最後はもう C で終わっちゃおうとかですねこういうこともできますし別に1小節に1個じゃなくてもいいんです。これをですねスペース1個開けて G7 を入れてみますね。はいここれでこの 4行目から再生してみましょうはいこのようにですね簡単に変更してそしてこの下のボタンから MIDI にもなるんですまた皆さん僕の動画を探してくださいというか概要欄に貼っときましょうかねそうしましてこのエクスポート MIDI でやるとですね DAW の方に もちろん当たり前ですけれども持っていけます。その時にベース音を入れるか入れないか、これをチェック入れておくことによって変えたりですね、もちろんオクターブやキー、そしてベロシティも変えることができますので、ここでですね、変更して、そしてミディに出すということも可能ですので、皆さんやってみてください。タイムシグネチャーですかね。これを3拍子に 選びますと、これ三拍子になりますよ。いきます。一二三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 。すごいでしょう。これで、もう D. A. W. にどう持っていけるかは。もう皆さん。言わなくても、d T. M. を始めている人なら。わかると思うんですけれども。こういう風に。A. I. を。使えるということが。 わかりました。前回まではチャット GPT はコード進行にはちょっと弱いんじゃないかなっていうような僕の気持ちもあったんですけれどもそうではなくてですね、このようにもちろん最初からですね、小説区切りは縦線で書いてくださいというふうにしておけばちゃんとこのように一発で縦棒を入れてくれますので皆さんもぜひですね、この チャット GPT をうまく使いこなして、えー、特に僕の仲間僕のお客さん視聴者の皆さんは音楽をやってる方が多いですので是非ともこういう使い方があることを確認してそしてもう明日からやってください今無料の間にですね多分継続して昨日は少し回だけどもフリーででも使えるというようなバージョンも 残してくれるんではないかなとオープン a i さんに期待するところです。ありがとうございました。村長スタジオでした。